スコーピオンズはドイツ派のオファー出身のハードロックヘビメタルバンド。旧西ドイツ出身でジャーマンロック界の黎明期からハードロックヘビメタルバンドとして活動。同国出身 HR、HM バンドとしてアメリカ進出にも成功した世界的に有名なロックバンドである。1965年にルドルフ・シェンカーがバンドを結成。メンバーは ルドルフ・シェンカーとカール・ハインツ・ボルマー、ウォルフ・ガングズ・ヨニー、ヨアヒム・キル・ヒホッフの4人組。マイケル・シェンカー1983年バンドのロゴ1971年、初頭に解散したバンド、コペルニクスのマイケル・シェンカーとクラウス・マイネとアチームを、加え、第1期スコーピオンズは6人構成となる。その後、アチームと交代したローザーハインベルグでのラインナップで、 ドイツのメトロノーム参加のブレインレコードと契約。1972年にコニー・プランクのプロデュースでデビューアルバム恐怖のサソリ弾ロンサムクローマイナスを発売。10代のマイケル・シェンカーのギタープレイを大きくフィーチャーしていた。同年ユーライア・ヒープ、ロリー・ギャラガー、UFO などのサポーティングアクトとして西ドイツ国内ツアーを行う。サーキット中に UFO のミック・ボルトンが失踪し、急遽大役ギタリストを務めたマイケル・シェンカーが UFO に移籍。1973年6月、ハインベルグとズヨニーが脱退。一時活動停止を余儀なくされる。ウリジョン・ロート2015年、フランシス・ブッフ・ホールズ2015年、ハーマン・ラ・レベル1974年、オーディションにより、ウルリッヒ・ロートとフランシス・ブッフ・ホールズ、 夜ン・ローゼンタルがメンバーに決定。RCA レコードと新たに契約し、11月に遺跡第一弾となるアルバム、電撃のサソリ弾、フライツーザレインボーマイナスを発表。セルフプロデュースの本作は、ロートのギターをフィーチャーした、ハードロック色が濃く、以降のサウンドの基礎となる作品となった。1年半ぶりのツアーで、夏のドイツ国内をツアー中に、ローゼンタルが脱退。 ルギ・レナーズを加えて、ベルギーとフランスで、国外ツアーを行う。その後、スイートのサポーティングアクトで、北欧をツアー。この時、後に6人目のメンバーと呼ばれ、長年作品を手掛けることになるプロデューサー、ディーター・ダークスが自らプロデュースを申し出て、新作のレコーディングに着手する。1975年、アルバム、復讐のサソリダン、イントランスマイナスを発売。 プロモーションの一環として、ロンドンのマーキークラブで、イギリスでのデビューコンサートを成功させる。キススのサポーティングアクトとして、西ドイツ国内ツアーを行う。ドイツの音楽誌での人気投票で、グループ部門3位を獲得。1976年11月に、強熱のサソリ弾、バージンキラー、バージンキラーマイナスを発売。メロディラインに哀愁を帯び。 ハードロックサウンドを前面に出した作品で、バンドの代表作となった。1977年の全英ツアーは希望、拡大し、ホールクラスでのバンドに昇格するが、レナーズが心臓病を患い脱退。公認のファーマン・ラレベルが加入し、5作目のアルバム、暴虐のサソリ弾、テイクンバイホースマイナスを発売。1978年に来日。 4月23日から27日まで公演を実施した。24日、27日の中野サンプラザでの2、ステージをレコーディング、同年8月に、初のライブアルバム、サソリ弾爆発、東京テープスマイナスとして発売される。この後、ウルリヒは、バンドがコマーシャルな方向に向かっていることを理由に、バンドを脱退。バンドは、イギリスの音楽誌、 メロディメーカーが見に募集告知を掲載し、約140名をオーディションするが、公認は見つからなかった。改めて、ドイツでメンバーを探し、地元の花オーファーで、マティアスやプスを3代目ギタリストに迎える。1978年9月、新ギタリスト披露のため、ドイツで開催のサマータイムオープンウェアフェスティバル出演。ニューアルバムのレコーディング直前。 アルコールとドラッグの併用で精神的な支障をきたし UFO から失踪、脱退していたマイケル・シェンカーをルドルフ・シェンカーとクラウス・マイネが迎えレコーディングに参加。1979年4月6人編成で制作されたアルバムラブドライブ、ラベドライブマイナスを発売。同編成で3月23日のマルセイユからヨーロッパツアーを開始し、 マイケルの完全復帰を思わせたが、ケルン公演直前にマイケルが倒れ、バンドから離脱。日本で2度目の来日公演が決定していたが、マイケルの登場はなかった。6月3日から、ジャパンツアー。8月にテッド・ニュージェントのサポーティングアクトとして、初の全米ツアー。同8月に、イギリスのレディングフェスティバルに、シン・ィジーの大隊でヘッドライナーとして出演。 同12月、RCA 時代4枚のアルバムの中から11曲をセレクトし、初のベストアルバム、サソリダン伝説、スコーピオンズベスト、ベストオブスコーピオンズマイナスを発売。イングランド・マンチェスター公演1980年5月に、天獣アニマルマグネティズム、アニマルマグネティズムマイナスを発売。イギリスでのノイズブームムーブメントを契機とした、ヘビメタルシーン活性化を受け、 レインボーや、ジューダス、プリーストなどと共に、第1回モンスターズ・オブ・ロックに参加。前年の続編となる、ベストアルバム、サソリダン帝国、スコーピオンズ・ベスト2、スコーピオンズ・ベスト2を発売。1981年、クラウスが生体を痛め、医師に1年間の静養を言い渡された。バンドは一部取り終えていた、レコーディング作業を一時中止し、静養期間とした。 旧式館には、ハーマンが、ソロデビューアルバム、奇襲攻撃、ニップ・イン・ザ・バット・マイナスを制作している。1982年3月に、サソリ・マキュー、ブラック・アウト、ブラック・アウト・マイナスを発売。2年振りのこのアルバムは、全英11位、全米10位の売り上げとなり、最強のライブバンドと評されながら、セールスが反映されなかった、アメリカマーケットで、初のビッグヒットを記録。 4月に同アルバムのプロモーションツアーをイギリスからスタートアメリカや日本などをサーキットする。1983年5月にアメリカのサンバーナディーノで開催された US フェスティバル同年12月にドイツのロックポップヘビーメタルスペシャルに出演。同年10月にイギリスのロンドンハマースミスオーデオン劇場で行われた MSG のライブにルドルフとクラウスが飛び入り参加し、 ファンを沸かせた。1984年3月に、禁断の姿勢、ラブ・アット・ファースト・スティング・マイナスを発売。シングル、ロック・ユー・ライク・ア・ハリケーンは、ビルボード・ポップ・チャートでもヒットを記録し、アメリカ進出に成功した。8月に、日本初のヘビメタルのビッグイベント、スーパー・ロック・84・イン・ジャパンに、ホワイト・スネークや、マイケル・シェンカーグループ、ボンジョビなどと共に出演。 1985年1月、初の日本武道館公演を果たし、同年のジャパンツアーと6月のイギリスのネブワース、公演後、2枚目のライブアルバム、ワールド、ワイドライブ、ワールドワイドライブマイナスを発売。若干の充電期間と発表し、しばらくの間表だった活動を停止する。1988年5月に、4年ぶりのアルバム、サベージ・アミューズメント、 サベージアミューズメントマイナスを発売。ペレストロイカ最中のソビエトレニングラードでコンサートを行う。1989年8月、前年のコンサートが契機となり、歴史的イベントとなったモスクワミュージックピースフェスティバルが開催。ボンジョビオメインアクトにスコーピオンズやオジオズボーン、モトリー・クルーなどが参加した。付随したチャリティー企画でアンチドラッグ。 アルコールキャンペーンのオムニバスアルバム、メイクアリファレンスメイク、エイィファレンスマイナスが発売され、スコーピオンズは、ザ・フーのカバー、アイ・キャント・エクスプレーン、アイ・キャント・エクスプレインマイナスが収録された。1990年、ベルリンの壁崩壊の年7月に、その、ベルリンの壁の前で行われた、元、ピンク、フロイドのロジャー・ウォーターズ主催による、ザ・ウォールライブに参加。 演奏は、ザ・ウォール・ライブ・インベルリン、ザ・ウォール・ライブ・インベルリンマイナスとして発売された。11月に、アルバム、クレイジーワールド、クレイジーワールドマイナスを発売。このアルバムは、長年のプロデューサーである、ディーター・ダークスに代わり、キース・オールセンがプロデュースを務めている。ウィンド・オブ・チェンジ、ウィンド・オブ・チェンジマイナスが、シングルカットされ、全米第4位、全英、第2位を記録する。 ビッグ、ヒットとなった。その後、印税のトラブルから、ベーシストのフランシス・ブフォルツが脱退する結果となる。ジェームス・コタック2014年1992年の活動はなく、1993年には、ラルフリー・カウマンを迎え、9月にアルバム、フェイス・ザ・ヒート、フェイス・ザ・ヒートマイナスを発売。1994年1月の来日公演は、MSG に終止符を打った。 マイケル・シェンカーがスペシャルゲストで参加し、アコースティックで夢の共演を実現させた。しかしこの時期に70年代からのメンバー、ハーマン・ラ・レベルが脱退。ライブでは、カート・クレスやピティ・ヘチットがドラマーとして参加、ルーク・ヘルゾグや、公演・バンベールといったキーボード奏者も参加していた。1995年、ライブアルバム、ライブ・バイツ、ライブ・バイツマイナスを発売。 1996年、デビュー25年を迎え、イースト・ウエスト・ジャーマニーと契約。ジェームス・コタックが、正式ドラマーに就任。5月に、レーベル遺跡第一弾アルバム、ピュア・インスティンクとサソリの本能、ピュア・インスティンクとマイナスを発売し、活動を再開。1997年にベストアルバム、サソリの刻印、マーキュリー・イヤーズ、ベスト・オブ・スコーピオンズ・レッドリー・スティング、ザ・ マーキュリーイヤーズマイナスを発売。バンド専用機にて1999年4月、3年ぶりのアルバム、I to II, 2I- マイナス発売。オーストリア人のピーターウルフプロデュースで制作された。このアルバムはコンピューターを導入した。同アルバムのレコーディング中に、ラルフが脱退。ケン・タイラーが一時参加で制作されている。2000年ドイツ、ハノーファーで開催された。 エキスポ2000のテーマ曲を担当し、モーメントオブグローリーを発表。同年夏にその曲も、含みベルリンフィルハーモニー還元楽団との共演によるアルバム、栄光のサソリ団、モーメントオブグローリーモーメントオブグローリーマイナスを発売。2001年2月9日に、ポルトガルリスボーンでアンプラグドライブを行い、7月にアコースティックライブ、アクステカマイナスとして発売。 2004年、反撃のサソリダン、アンブレイカブルマイナスを発売。2007年、サソリダンの継承、ヒューマニティアワー1を発売。ニーダーザク先週率、賞2014受賞式にて。左からヤプス、ルドルフ、マイネ2010年1月24日に制作中である次回作アルバム、サソリダンとドメの一撃が、バンドの最後のアルバムになり、アルバムに伴うツアーが、 最後のツアーになると公式サイトで発表された。このツアーは商業的に好評となる。2014年7月、クラウスマイネはインタビューにて、ゴールが近づくにつれて、俺たちはまだ終わってないって思いが強くなってきた。ツアーには若い世代もいたし、3世代の前でプレイできるなんて刺激的なことだと思う。ギターを置くには、 あまりにたくさんの楽しみがありすぎると解散を撤回する発言をし、同時にスタジオ入りして未発表曲などのアーカイブを見直すプロジェクトに取り組んでいることも明かした。2015年、バンドは新作の祝杯のサソリダンリターントゥフォエバーを発表。2016年5月、アルコール依存症でリハビリ中のジェームス・コタックの代役としてミッキー・ D ーが全米ツアーに帯同。 同年9月に正式に加入する。同10月8日に日本の大型 HR、HM フェス、ラウドパークに出演し、この日のヘッドライナーを務めた。楽曲、ウィールボンザスカイ」の演奏には、翌日の出演を控える元メンバーウリ、ジョン・ロートが客演し、日本国内のステージでは1978年以来となる共演を果たした。 スタジオアルバムライブアルバムカバーアルバムベストアルバムスコーピオンズはその LP ジャケットにスキャンダラスな内容の写真やイラストをよく用いたびたび物議を醸してきたことでも有名であるいくつかのアルバムが発売前もしくは発売直後に多くの国でジャケットの差し替え措置が取られたウリジョン・ロートによるとアルバムジャケット制作にもメンバーは深く関わっていたという しかし、インタビュアーから好きなアルバムジャケットはと問われると、好きなものはない。どれも、ひどい出来だよ。でも当時、私は、アルバムジャケットには大した意味なんかない。大事なのは音楽だと考えていたんだ。今だったら全力で却下しているだろうね。私も若かったし、判断力が眠っていたんだ。と答えている。現在、発売されている CD は、日本版も含め、 ジャケット写真が差し替えられている。ABC スコーピオンズバイオグラフィーオールミュージックオールメディアガイド2015年1月31日閲覧 http u l t i m a t e c l a s s i .com l c c k o スコーピオンズロンサムクロウスコーピオンズ活動終了宣言を撤回 amass.jp 2019年9月26日閲覧 スコーピオンズ、ミッキー・ディーが正式化ニューバークス・ハット、バークス・リ、ジョン・ロート・インタビューボリューム3、ウリジョン・ロートとスコーピオンズ・ハット、バークス・リ、ジョン・ロート・インタビューボリューム3、ウリジョン・ロートと、スコーピオンズ、放射線上の日々の中心点が、少女の股間付近にあたる。なお、日本では1999年に、児童売春、児童ポルノにかかる行為等の処罰及び、 児童の保護等に関する法律が制定されたが、その後もオリジナルジャケット版が生産、流通されていたことが確認されている。ありがとうございます。